ツイッターっていうのをね、皆さんやられてる方多いと思うんですね。芸能人の方でもよくやってるんですけど、僕もですね、去年の6月からツイッター始めたんですけども、ツイッターっていうのをやられてない方のために、もう気軽につぶやけて、知らない人でもなんかメール感覚でこう交流ができるみたいな、まあ告知ができたりするんですよね、ツイッターでつぶやいたりとかしたら。で、僕を見たい人は僕のことをフォローしたら、フォロワーというフォロワーさんがいるんですけども、そのフォロワーの中にですね、僕のやっぱちょっと痛いやつがいてて、僕が何をつぶやいても全てにしばくぞって返してくるやつがおるんですね。もう全部にしばくぞってくるやつがおるんですよ。普通は今からあの収録行ってきますって言ったら、まあ頑張ってくださいとか、放送いつですか、しばくぞってくるんですよ。やこいつめっちゃしばいてくるやんと思って。例えば夜中も寝れない時に、夜中4時ぐらいに寝れへんから DVD 見ようってつぶやいたら、私も寝れないですとか、何の DVD 見るんですか、しばくぞってくるんですよ。お前夜中4時起きてんのかこいつ。こいつめっちゃ俺のつぶやきに反応しきょるなと。全ての僕の全てのつぶやきに対して全部しばくぞってくるんですよ。鬱陶しいけど、まあ、ほっといたんですよね。まあええわと思って。ある日に陣内聞いてくれって僕が電話来たんですよ、ツイッターで。小学生になる息子が風邪をひいて熱が下がりません、俺の日頃の行いが悪いせいかな、反省してますって来たんですよ。あ、こいつ子供おんねやと、しばくぞは。でもまあなんかすごい真っ当な、ね、あのコメントが来たから、僕初めてそいつに、反省したことは心配やと思うから、これから子供の鏡になるように頑張れって僕は返信したんですよ。こんなすぐコメントがしばくぞって来たんですよ。こいつなんやねんそんだけしばいてくんねん思って。でもブロックっていう機能があるんですよ、ツイッターに。ブロックしたらそいつはもうシャットアウトできるんですけど、ブロックするのはもうなんかもう悔しいからブロックしなかったんですよ。なんか負けたみたいな、負けたみたいに。ある日そいつから、陣内、芸能人の9割は俺のことをブロックするけど、お前は俺をブロックしてない、見直したしばくぞ。何やねん、見直したの。どうしたらええねん、見直しといて。もう親にもしばかれたことないでどんだけしばいてくんねんっていうやつがおるって話。陣内でも腹立つしな。もう全部陣内なんですよ。でその話をダウンタウンデラックスでさせてもらったんですよ。こんな鬱陶しいしばくぞのおっさんがおると。やっぱテレビの影響はすごくて、ツイッター内でしばくぞおじさんっていう名前で、そのおっさんがめちゃめちゃ人気になって思ったんですよ。もうなんかツイッターほんまにそんなやつおんのかみたいな。で僕もテレビで言ってしまった手前、やっぱり責任を感じて、やっぱ痛いおっさんやから、僕はそのおっさんのツイッターを覗いて、まあしょうもないことしてないか干渉したんですよね。ほんでやっぱ見たら、やっぱツイッターもひどくて、一般人に対して黙れしばくぞとか、お前ブスやなしばくぞとか、もうしばくぞを連発してるんですよ。でも後半はもうなんかしばくぞの要求が多かったのか、はいはいしばくしばくみたいな、すごい手軽な手軽なしばくぞも一般人に送ってるんですよ。でも一般人はしばくぞ言われたいから、僕テレビで言ったから、しばくぞ言われましたみたいなね、変にツイッターでなんか人気になってしまったんですね。で僕もこれあかんことやなと思って、でそのツイッターの中で分かった情報は、そのおっさんは関西に住む40代後半の結婚してるおっさんなんですよ。それしか分かんないですよ、顔も分かんないですよね。でツイッターって言ったらプロフィールに写真を載せるとこあるんですけど、そのおっさんは自分の写真を載せないんですよね。まあ、でも痛いおっさんやから、卑猥な写真をね、もう載せるんですよ。もうパンティー、ちょっとなんか変なパンティーとか、なんかおばあちゃんがこう顔を隠したブラジャー姿とか。でも僕がテレビで言った手前、こんなおっさんとなんか変な、ね、一般人が関わるのは嫌やから、僕はそのおっさん宛てに、お前もう写真、しょうもない写真を載せるな、帰ろって僕は送ったんですよ。ほんならすぐに、なんでお前にそこまで指示されなあかんねん、しばくぞってくるんですよ。まあ、こいつ年は思て。ただ一分後に見たら、綺麗なお花畑にかかってるやつなんですよ。な聞きかけないやつなんですよ。あれこいつはしばくぞ言いながら僕の言うこと聞いてきてるの。なんやこいつ、なんかちょっと憎めへんな、ままでも痛いおっさんやと思ったら、もうツイッターで人気出たから、その似たようなどつくぞっていうやつが現れた。あらたにツイッターで僕にもう毎日どつくぞどつくぞ陣内どつくぞって来るんですよ。年なぁ思う。でまたある日、陣内どつくぞって来たら、もうこいつブロックしようかなと思ったら、しばくぞおじさんですってそのおっさんが入ってきたんですよ。ほんならそのどつくぞに、お前陣内に偉そうな口聞くな、陣内をどついたら俺がお前をしばくぞって言ったらどつくぞからしばくぞに助けられたみたいな。なんか僕
ヒーロー登場みたいな感じであれ何これみたいになったんですよ。このおっさん何やねんみたいな。でツイッターって結構心ないツイッターもありまして、まあ、僕のこと嫌いな人もいるから あなたをテレビで見ると不快になりますと。あなたがテレビで出る番組は全部私は消します。テレビを見ないです。二度とテレビに出ないでくださいっていうのが来たんですよね。あ嫌やなと思ったら芝生蔵おじさんですって来たんですよ。陣内は一生懸命頑張ってるんや、テレビ見えひんならそのテレビ捨ててまえ、芝生蔵って来たんですよね。なんか僕の応援メッセージみたいな芝生蔵が助けてくるようになったんですよ。で歩いたら僕その芝生蔵をちょっと待ってしまうようになって、でもその日を境に全然芝居行ってこなくなったんですよ。今までは僕が何か詰めて絶対芝生蔵って来たのに全然芝居行ってこなくなって、あれ何があったんやろと思って、その芝生蔵のおっさんのツイッターを覗いたんですよね。ほんなら僕以外の芸能人と芝生蔵のやり取りをなんか楽しそうにやってたんですよ。なんか僕がテレビで言ったから他の芸能人ともなんか仲良くなってしまって、なんかねあれみたいな、俺以外に芝生やつできたみたいな感じなんかね何この気持ちみたいな、俺だけの芝生やったはずやのに他のやつ芝居ってなんか楽しそうにやってるからなんか嫌やなって、なんかちょっとやきもちみたいな、ママでもこんな痛いおっさんやからもうええわと思って無視したんですよ。ほんで先日僕大阪で仕事があったんで関西の方で、まあツイッターで今から新神戸駅に向かいますってつぶやいたんですね。ほんで新神戸駅着いて駅からタクシーに乗る間に一人の男性がバーって歩いてきて、陣内君握手して、ああどうもって握手、やっと会えたな芝生蔵おじさんって言われた。まあ40後半の普通のおっさんなんですよ。って思って、ほなでもすぐ去っていったんですよね。って思って、でもいやまさか本物ちゃうやろなと、それにさあんまりにもあっさりしてるし、もっと話したいのになんか僕はもう去っていく後ろ姿を見て、みたいな、でもまあ本物ちゃうやろと思って僕は仕事行ったんですけど、その日一切仕事手につかず、そのおっさんのツイッターをずっと待ってる自分がおったんですよね。ほな2時間後に芝生蔵おじさんですって来たんですよ。陣内やっと会えたなって来たんですよ。もうさっきのおっさんやったんですよ。ほんまやったんや。はい、会えて嬉しかった、握手してくれてありがとう、これからも頑張ってください、芝居てーって思って、ね、なんで芝居てんの全然芝居てくれないですよ何この気持ちみたいな、あんだけ芝居たやつがもう全然芝居てこなくなったっていう話なんですけどもうね、なんなんこれは本当に壮大なドラマや、壮大なドラマ。もう去年6月からしばかれたおっさんに先日会って最後の最後しばいてもらえなかった、しばいてもらえない。ただ2日前に僕がそろそろ寝ようってつぶやいたら、寝るなしばくぞってすごいシンプルなしばくぞ来たんですよ。原点に立ち返った、原点にすごいシンプルなしばくぞ来たんですけど、なんかもう最近それが僕の中で支えになってるみたいな、ちょっと痛いおっさんなんですけど、まだまだ続くかもしれない。いやまだまだこの芝生蔵とのやり取りはあると思うんで、まあちょっとハートフルな話、ハートフルな話いきまーす。とあるね、あの雑誌の企画で、ジェットコースターに乗るっていうスケジュールが入りまして、なんやろそれ、写真でカメラ撮る、あの映像じゃないんよなって確認してもカメラやって、で現場に行ったら、あのジェットコースター乗ってるとこを、全くリアクションせんと、お師匠さんがリアクションせえへんっていう企画ですって初めて聞いたんですよ。で僕はジェットコースター全くダメなんですよ。あかんねや。はい、全くダメなんですよ。ほんでそのジェットコースター見たらもういきなりこう上がって80メートルから落ちて、あとこううねってうねってなんですよ。ほんでぐずってたんですよ。いや無理やってリアクション取ってまうって言うから、その離れたとこでカメラマンの人がね、あのカメラをガムテープでこう手にくくりつけてるんですよ。で何してんの言ったら、あのすごいこう G がかかったりするんで、あのカメラが落とさないように、あの絵を撮るために僕くぐってるんです。それ見てもうやってもてるから、あの俺もせなしゃあないなって思って、ほんでジェットコースター乗り込んだんですよ。ほなここに座ってくださいって僕2番目に座らされたんですよね。で1番目にカメラマンの人がこっち向いて座ってるわけです。ほんでもう安全ベルトとかできないんですよ。はいはいはい。ほんで大丈夫なんて言ったら、いや僕も怖いです、でも仕事となったらこれはプロの仕事ですから、僕は大丈夫なんですって言って、
いや、そう言うても危ないで。いや、これはプロのカメラマンの僕と芸人のプロの星ちゃんさんの勝負なんですよ、うん、って言われたから、うん、よっしゃ分かったんって言ってこう上がっていったんですよ、うん、でこう降りてたら、うん、もうカメラマンがもう、うん、ああ言うて一回もレンズこの前通らないんですよ。でも G になったら最後終わって戻ってくるとこにクシャクシャクシャ遅いよそんな埋め合わせ結局だから3回ぐらい乗らされてるえ3回も、はい、何の勝負やボロ勝ちなんかボロ勝ちだその間はリアクションせんけど最後のカシャカシャでもうリアクション狭いましたもん遅い遅い何やそれびっくりしましたもんすごい仕事やなそれも嘘やけどもじゃあ行きますよはいよいしょはい、うん、超短いやつあいいですねそういうのそうなんですあのいいんだか悪いんだかなんだかなっていう話なんですけど、うんうん、小学校2年生で僕サッカー始めたんですよ、うん、モタチサッカー少年団っていうチームに入って、うん、で練習して2ヶ月後ぐらいに初試合があったんですよ、うん、まあチーム内同士のまあまあ正式な試合ではないんですけど、うん、練習試合でもちゃんとしたその形の試合初めてで、うん、でうちのチームは5点取ったんですけど、うん、5点全部俺が入れたんですよ、うん、ただ5対6で負けちゃったっていう話なんだかなって言ってました確かにいやいやそれはねも嬉しいんだけど喜べねえし、うん、っていう話チームのために、はい、なんか一回捨てたみたいになっちゃいましたいや捨ててないいいですよ素晴らしいそういうの欲しいですよねそうですそういうの大好きです着地点がすごい分かりやすい、うん、じゃあ続いていきますねいやですね割と最近なんですけど、はい、これ本当信じてもらえないかもしれないんですけど、はいはい、もう男同士でサウナでも行こうか言うて、はい、滑らんな滑らんな割と最近なんですけど、はい、これ本当信じてもらえないかもしれないんですけど、はいはい、もう男同士でサウナでも行こうか言うて、うん、もう男5人ぐらいでサウナ、はい、まあまあ某サウナ行ったんですよ、はい、汚いサウナなんですよ、はい、本当汚いサウナで、はい、もう正直お前も行くなよそんなとこっていうような汚いサウナなんです、はいはい、でこう女風呂というか、まあ、男と別れてて、はい、でそのお休みどころみたいなのちょっと飲めてちょっと軽い食べ物あるのが真ん中にあるような、はいはいはい、まあ汚いサウナですよでこんなヘルスセンターみたいな短パンとこんなん来てほいで5人でこうやってわまあもうほろ酔い状態でこうやってたんですよほならなんか後ろでカップルみたいなのがもうおるなとは思ってたんですでそのカップルも当然汚いそのヘルスセンターみたいなの来てんのよでうわおるな思ってねでやっててでこっち見たら嘘本当にってこう、はいはい、嬉しいって聞こえてきた、はい、何を言うとんねんと思ってこうびっくりしたんですけどチラッて見たら婚約指輪渡してたここでサンタ汚いって書いてる思い出の場所なんですこれはちょっと忘れられない僕の方が忘れられないこの感じがいやすごいなすごいなびっくりしたんだけどいい話聞いてあ、はい、小屋便でありがとうございます吉本は、まあ、5年前か10年ぐらい前からなんかこうなんていうんですかねそういう担当の人にスケジュール取られてて誰ですけど何日小籔さん新劇の合間時間ください言われてきたら小冊子渡されて、うん、コンプライアンスですみたいな、うん、ご説明を受けるようになったんですね、はいはいはい、まあ言えば SNS、まあ、テレビを写真撮ったダメですよとか、うん、なんかこうリツイートを変にすると罪に問われることもありますよみたいな、うん、あなるほどでまあ、ないと思いますが薬とかそういう薬物はやめていただいて、うん、で、まあ、18歳の高校生とそういうことになりますと罪になりますんで、うん、まあええ年したおっさんやったらもう大体知ってることを、まあ、くどくどと、うんまあ、説明されるわけですまあでも最初やから
まあしゃあないなと思うんですけど、それが毎年あったりするんですよ、うん、やっぱ1年で忘れてるわけないし、でもしそれ知っててもやるときはやるというか、それやったらあかんけど、その何ですかね、知らんからやってまうことではないというかね、意味ないよなってずっと思ってたんですけど、である時桑原師匠っていう、まあ、80超えた新劇の中で一番偉い方だと、なんか「お久しぶりに昼ご飯行こうか」とか言っていただいて、「あらダンス」みたいな、ほんで1回目の舞台終わって、あ「行きましょう」とかで言ったら、社員の人がバーって来て、「桑原師匠ちょっと」みたいな、だから「あ桑原すまん、俺忘れてたわ、ちょっとあの15分ぐらい待っとってくれるか」みたいな、「何ですの？」いやあのコンプライアンスの説明がみたいな、いやこんな年寄りいらんやろ意味ないやん、80超えとんねん、 SNS やってへんし、薬もちゃうやつやってんねんその正規のやつ、大事な正規のやつやってるし、もう18の高校生とこのジジイが何かあったら、それは素敵な恋の物語やん、それは世間も怒らへんわそんなもん映画化なるぐらいの素敵な話になるわ、もうええわ言うて、でもそんなん意味ないでしょ、桑原一緒にやってもみたいな、でもこの社員の人も上から言われてるから、いやもうこれはしないと、桑原氏も分からんと、いやもう言うな言うな、もうちょっと15分だけ待っててくれで待って、で帰ってきたのが小さい小冊子持って、ほんで行きましょうって和食のご飯屋さん行ってたんです、もう他の話バーッとしてたんですけど、まあ食べてる最中に、まあ言うてもそんなにもういつも一緒におるから話すこともないから黙ってたんですけど、まあちょっとシーンとしすぎてるなと思って、あの桑原氏コンプライアンスどうでしたかって言ったら、何やそれって言ったんですよ、ほら見てみ、説明しても意味ないやろこんなもんジジイに説明するなっていう話です、ね、誰だと悪いんやけどな、いや一応あんな音体にはもう説明しなくていいんじゃないかと、もちろんもちろんそうなんですけど、なんか悪口多めな感じがしますよね、まあ、よいしょ、うわチャンピオン、はい、僕まあ、昔からお笑いがやりたくて、うん、で高2の頃にもう今すぐにでも、うん、もうお笑いを始めたいってなって、で僕福岡なんですけど、うん、もう学校を辞めるって言ったんですよ、先生と親に、うん、で学校を辞めて、うん、俺はもう一人で大阪に行って、うん、芸人になるんだって言ったんですけども、うんうんうん、まあ当然そんな意見が通るはずもなく、まあね、はい、で、まあ、先生が一つ言ってくれたのが、あの小峠とりあえず休学にしとけと、うん、休学にして、もしお前が今から大阪行って半年間、うん、大阪行ってもしダメだった場合、あのまた高校に戻ってくるように席だけは置いとけと、優しい、はい、それだったら許してやる、うん、でおかんも休学やったらあのじゃあいいよっていうことで、うん、僕一回夏休み、高2の夏休み明けに休学して一人で大阪に行ったんですよ、うん、芸人になるために、うん、で、まあ、一応休学という形を取りましたけども、うん、僕はもう学校戻る気がなくて、うん、もう学校辞める気だったんで、うん、もうその強い決意のためにですね、うん、僕はあの当時バリバリのパンクでして、うん、で、パンクでイギリスですごく有名なバンドで、うん、セックスピストルズっていうのがあって、はい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 、でそのセックスピストルズのベーシストで、うん、あのシドっていうかシドビシャスってあるんですけど、そのシドがいつも、うん、シドチェーンって言って、はい、ここにあのチェーンをして、うん、でここに南京錠を止めてるシドチェーンっていうのをシドがいつもしてるんですよね、はいはい、僕はそれに憧れて、うん、よし決意のためにそのシドチェーンをつけようと思って、うんうん、でそのシドチェーンというのはお店とかに行ったら既製品は売ってるんですけども、うん、いや僕の決意はそんなもんじゃないと、うん、そんなんじゃ甘いと思って、うん、日曜大工用品店に行って、うん、ゴリゴリのこんなぶっといチェーンにこんなごっつい南京錠をつけて、その鍵を田舎の連れに送ったんですよ。俺は今から芸人になると、大阪で一人でやっていくと、俺はもう絶対に帰らへん、俺は絶対に売れると、もしお前がテレビで俺を見て、あこいつ売れたなって思ったら鍵を持って俺のチェーンを開けに来てくれと、俺はそれまでこのチェーンを取らんって言って、どんな決意でその熱い手紙と鍵を添えて、僕は福岡の田舎の人に送ったんですよ、うん、頑張ろうと思って、うん、でその次の日、うん、僕金属アレルギーでここめっちゃくちゃ荒れたんですよめっちゃくちゃ荒れて、でももう開けようと思っても鍵がないんですよどうしようもない、もう、はい、とりあえず
1週間ぐらい頑張って生活したんですけど、いやこれもちょっともう痒くて痒くて仕方がないですよ。で僕近くの皮膚科に行って、すいません先生と、これもちょっと痒くて痒くて仕方がないんですよと。でいやならもうその先生がものすごく冷静に、いや小峠さんと、分かってるでしょと、今すぐそのチェーンを取りなさいと、それ取ったらもう一発で治る。いや先生と、これはもう男と男の約束で、僕は今このチェーンを取れないんですよと。ああそうと、じゃあもう塗り薬出しとくから1日2回これを患部に塗りなさいって塗り薬をもらったんですよ。でそっから僕はそのチェーンのこの荒れてるところにその塗り薬を塗る生活が始まったんですけども、朝と風呂上がりに。でも結局チェーンが常に首に当たってるので一向に治らないんですよね。でそこで僕が考えたのが、チェーンと首の間にティッシュをかますっていうのを考えたんですよ。はい、塗って、チェーンでここにティッシュをかます、だから僕ここにいっぱいティッシュかまして外歩いてたんですよ。もはやパンクでもなんでもないじゃないですか。でそんな生活が僕1ヶ月ぐらい続きまして、でも結局ずっとここにそのごっつい重たいチェーンがあるわけですよ。もう風呂入ってる時もあります、寝る時もあるし、起きても当然ついてるんですよ。ある日なやこれって思って、なやこの生活と思って、なんだこれと思って、自由になるために大阪に行ったのに、めちゃくちゃ不自由な生活を送ってるやんけと思って、ほんでもうわってもう気狂いそうになって、もう近くのあの板金工場に行って、おっちゃんにすいませんっつって、このチェーンを切ってください今すぐにっつったら、のおっちゃんが鍵どうしたんやって、もう鍵なんかないんですよ、早く切ってくださいっつったら、もう奥からもうこんな見たこともないでっかい手つきりバサミも持ってきて、で僕この地面のところにもうこういう感じで寝かされて、でおっちゃんがもう絶対動くなよ、お前絶対動くな、ちょっとでも動いたら死ぬぞって言われて、ここにその手つきりバサミかばされて、動きません僕はもう絶対に動きません、よっしゃ行くぞ切るぞ、バチーンってやっと切れて、僕はバーワーワーワーわめくから、店の前に結構な人だかりができてて、僕がブチンって切れた瞬間に結構な拍手が湧いたっていう話ですね。全部お前のせいやで。バーキン工場でアホですね本当に。いやナイス、素晴らしい、一発目としては、ね、最高じゃないですか。行きましょうか。行きましょう。いきます。はい、あジュニアです。これもまあつい先日なんですけど、あのまああのなんて言うんでしょう、まああのコンビボケとツッコミがいてたら、こうツッコミの方がちょっとなんて言うんでしょう、デリカシーがないというか、ガサツな人が多いじゃないですか。それをこうそばで見てて、もうそんなこと言わへんかったらいいのにとか、俺もう考えられへんみたいなね。その例えば普通に僕ね、誠司と歩いてて、全然知らんおっちゃんが、サラリーマンのおっちゃんがパーってつまずいたら、なんでやねんとか、全然知らんおっちゃんですよ。職業病、うん、あそうだ、癖だ、癖でか、なんでやねんとか。この間もあの夜中ルミネ座吉本7階にあるんですけど、その劇場で、稽古が終わって、ほんでね、スーッて、まあ、1回目で降りるやろな思ったら6階でチーンって開いたんですよ。あ無印なんですよ6階は、チーンって開いて、はい、男の人が立ってたんですけど、チーン棚卸し第一声ね、俺はこうはなりたないと、ね、決めてたんですけど、この間初めて素人の人に思いっきり突っ込んでしまって、名古屋で仕事あって、ほんでまあ終わって 夜ですよ、ほんでバーってホテルがあって、でまあ玄関入り口があるんですけど、ガラス張りでね、自動ドアバーって歩いてたら、5、60のサラリーマンの2人なんですけど、これ僕のパッと見た感じでは別の会社の人なんですよ。ほいまあ仕事がうまいこと言ったかなんかなんでしょうね。その自動ドア入り口の前でこうやってこうこうね、こうありがとうございました、これからもよろしくお願いしますねみたいな、5、60の2人がこうやってあるんですよ。そういう状況や。僕はもうそこ入り口そこしかないですから、はいはいはい、向かってるよ俺、うん、そこでやってたらちょっと邪魔ですよ、うん、って思いながらも僕は止まるわけにはいきませんから、うん、でこうやってますよね。ほんで俺、いや止まりませんよ僕はと、はいはい、うわーって言ったら、その2人が、うんこうやったんですよ。あこうやってねえ、あららら、俺止まらへんよ思ってるから、まあ、一応くぐったけど、なんでやねんなんでやねん、まあでもくぐってまうか、くぐってまいますよ。すげえ
な河本出てほしい。ああ、うん、はい、これ本こないだの話なんですけども、うん、名古屋の方であの余興営業の方に来まして、うん、サウンドコピーしようとしてたんです。吉本の師匠、はい、あの、はい、いろんな音を出さはる、はい、声帯模写って言ってた、ね、そうですね、はい、うん、であの僕ら漫才やってたんですけども、次の出番があの師匠らで、うん、舞台袖で見てたんですけども、師匠らが僕らのネタ、全然僕らのネタ自体は見てないんですよ。袖にスタンバイしてるだけで、はいはいはい、名古屋の名物あれうまいな、あっこ行きたいなとか、そんな話しかしてないんですよ、はい、で僕的にちょっとだけあのネタ見いひんのかいってちょっとだけ腹立ってたんですよ、うん、でまあまあ漫才やってたんですけども、あの漫才の下りのところであの、あの僕ガム噛むネタねあるんですけど、それの下りになった途端二人が今まであの名古屋名物の話してたんですけど、ビタッて話やめて、うん、袖ターきて、あれどうやって出してんねん、あの音どうやって出してんねん、あの音どうやって出してんねんって二人がこうもうズーみたいになってこうそれからもう我先にズーみたいな、袖からこう見てた、それはもう声帯模写やからな。ほんでそのガムのネタのくだりやめた途端クルッとひっくり返ってまた戻って名古屋名物を話したんですいやプロやね、プロですね、気になるんですよ、やっぱその美容を出すやつには、チェッチェチェッチェが、チェッチェチェッチェ、どうやって出してんの、どうやって出してんの、結構簡単やな結構簡単に出せるよな。そうで帰ってきたらなんかちょっとライバル見る目になってチラッと一別するぐらいの、今まで相手されてなかったからちょっと認められた、そんなに特殊やないよなあの音は。ありました、じゃあ行きましょうか、さあ行きます、はい、はい、私が意外と出ない、あ、大輔、はい、これ僕20年前ぐらいの話になるんですけど、はあ、あの天然素材で、うん、なんかこうお客さん入れてなんか動員数があれやったらなんかご褒美にサイパン連れてったろうみたいなんで、そういう時代や、全員であのサイパン連れてってもらったんですよ、うん、でまあサイパン行ってほら休み変えたらそうではなくてみんなでこう集団コント作ったりとか全員でやるコントとかですね、でユニットコントとかいろいろこう考えて、でまあ夜ご飯食べてその後自由みたいな、そんな感じやったんですよ。で夜にほら何しようか言った時にちょっと心霊スポットが近所にあるからちょっと行きませんかみたいになって、まあ、車で、藤原の、フジモンとホッシャンと僕とか、まあ、みんなでスタッフとかと行ったんですよ、うん、ほんでもう行った瞬間にもうなんか変もうあこれやばいなっていうぐらいの空気やったんですよ、これ怖いなほんまに行くみたいな、うん、で行こう行こうここまで来たから言うてくれくれっと行ったんですよ車乗って、で降りた瞬間にもなんかもう異様な空気なんですよ、生暖かいしこうなんか湿度が高いような、うん、気持ち悪いなぁ、で僕怖がりなんでうわほんまに行く言うて、みんな一回降りよう言って降りて、うん、でこうずっとこうなんか海の方行ったんですよ、崖でこっち海やとするじゃないですか、うん、で海の方わーって行ったんですよ、うん、ほななんか海の音も聞こえるしなんかもうものすごく怖なってきて、うん、これもうやめよう言うて、うん、ほななんか誰かがうわっみたいな、でそんなやりだして、うん、もうほんまにびっくりしたいやもうほんまこんな感じでうわもうやめてーなみたいな、だんだんパニックみたいになってきたんですよ、みんながもうやめようみたいな、え何これとか、ほんなら急にその海の方からなんかねこうふわって白いものが上がってきたんですよ、ふわって、で僕らの近くに白いのがふわってきたんですよ、ほんでそう藤本が誰かが見て今白いのがふわって来たこっちに来たって言って見えた俺お化け見えたってなって、であれ見えへんあの白いの見えへんって言うて、で僕らずっと見たらそこに白いのが見えるんですよ、でお化けちゃんあれ白いのうわっくるくる言うてほらこっちにこう迫ってきたんですよ、でうわ怖い怖い怖い言うて僕らバーン逃げたら、ホッシャンがちょっとこう離れたとこにいてたらその白いのがホッシャンのとこにうわー行ったんですよ、でホッシャン危ないって言うたらホッシャンもうわー言うたんですよ、ほなホッシャンの足のとこにその白い塊がファサってなったんですよ、でよう見たらスーパーの袋やったんですよお化けちゃんスーパーの袋やよかったー言うてお化けちゃんスーパーの袋やめっちゃちゃんと言うやんお化けちゃんやスーパーの袋やん、気づくん早かったね、気づき出したら早いよねちゃんと気づいてからは早いよね、見たことあるやつやから、馴染みのあるやつやからさあ行きます
今失敗した、まあ、10年ぐらい前に、うん、あの僕天然素材やった頃の話なんですけど、最終の新幹線で帰る時に、うん、あのバッファローゴロの木村さんが、はいはいはい、ちょっと今日ものすごいちょっとたまらんのよって言ってでそんなことめったに言わないんですよ、うん、でたまらんのよ、うん、ムンムンしてる、はい、もう大輔ちょっと女の子をちょっと誰か知り合いおらへんかなみたいな知り合いで、まあ、今晩みたいなことしましょうか言うて、あ、はい、まあ、ついてもうあの居酒屋行って用意したんですよ、うん、ほんで行ったんですよ、うん、でこう三ぐらいでもう一人あのヘビイチゴの高橋いうやつと、はい、木村君と僕3人で、うん、女の子3人で、はい、ほんで飲んでて酔っ払ってきて、うん、どれが好きみたいなの言うて、うん、ほんなら、2人僕やったんですよ、で1人女の子が高橋みたいになって木村さん持ってへんかったんですよ、ほんならまあそんなもんやんな言いながら、うん、でもうええわ言うて、でなんか酔っ払って女の子のこうここのここにちょんまげ言うてやりだしたんですよ、でちょんまげってやって、でちょんまげってやってここに笑いながら座らはったんですよ、ほんなら女の子が「え、何これ!」って言うてパッて見たらこっからこうここ糸引いてたあるんですよね、うん、しげるちゃんの話なんですけど、しげるちゃん、はい、僕が吉本入ってもう結構借金まみれとかになって、うん、もうどうも身動き取れない時に、うん、福岡の博多駅っていう結構大きな駅のところで寝泊まりすることになって、うん、その時にしげるちゃんっていう人に結構お世話になってて、うん、そのここは岩本さんの方やからとか、ここのリーダーはあっこに俺から挨拶しとけよとか、わあしげるちゃんめっちゃしっかり、もともと社長だったんですって、本当かどうか知らないですけど、でものすごい熱いことも言ってくれるしげるちゃんで、で1週間ぐらいお世話になったんですけど、1週間後になったらなんか冷たくなったんです僕に、でしげるちゃん、はあ、お前は可能性の塊やと、出ていけ飛び立てと、こんなとこおるな、あそれで僕もうやめようと思って、でそれからもう劇場も近いんでたびたび通るたびに挨拶に行ってて、うん、でそれから1ヶ月ぐらい経って、うん、しげるちゃんがなんか段ボールから警察官にこう引きずり出されてるんですよ、うん、あしげるちゃんと思って、でなんかコンビニの店員みたいな人もいて、どうしたんすかみたいなの言ったら、なんかチューイングガムを万引きしたと、うん、しげるちゃん、はい、で僕はまさか何かの間違いやと思って、うん、しげるちゃんに何したん、なんでこんなことしたんみたいなの言ったら、しげるちゃんがいくつを魔が差したって言ったんですよ。まあそうやな。そうやな。そうやな。魔が差したな。いくつを魔が差した。楽しみちゃうわ。何やろな、京都の話って不思議やな。します。え、もう川島すごいよ。はい、まあ、短い話なんですけども、あの2020年に何か新しいこと始めたいなと思ってるところに、あの先輩の藤井隆さんが、はい、川島君ちょっと歌を歌ってみないかと、今年は、うん、CD 出さない、僕がもう完全プロデュースして、うん、自分の知り合いの人でほんまに本気のね、笑いなしの本気の歌、うん、歌ってくれない、うん、あ全然あのやったことないですけどいいですか、うん、で一個お願いしたのが歌とサックスをやってくれないかと、テナーサックスをやってくれないみたいな、僕ずっとなんか感覚なんだけど、川島君が歌いながらサックスを弾いてまた歌うみたいな映画すっごく似合うと思うんだけど、で年末ぐらいになんかライブをやりたいからなんとかやってくれないかな、でも本当に楽器とかやったことないけど、ちょっと40歳になって新しいことちょっと始めたいなと思ってたんで、もう先輩がこんな言ってくれる先輩もいないから、分かりました、ちょっとできるだけやってみますみたいな、これで1月からプロのサックスの方が教えてくれると、で1対1とかで教えながら、まあそれも YouTube でちょっと追いかけてもらいながら、ほんと贅沢なレッスンをこうやってたんですけど、まあちょっとコロナになりまして、なかなかこう1対1でサックス吹き合うっていうこともこれできなくなってきて、でも
一生懸命やってくれと先輩に言われたから、もう家で本当にサックスの中にこう布団とかね詰めて音鳴らんようにして、もうグーって、いや指使いとかだけ練習して、で6月7月とかもずっとまあステイホームがあったんですけど、それを頑張ってやってたんですよ。でもしかしたらもう CD 収録レコーディングとかライブに向けてあるかどうか分かりませんけど、とりあえず一生懸命やろうと思って、ほんで9月にレコーディングの日が決まったと、うん、でもその1曲だけをずっと練習して、うんうん、それも作曲も堂島康平さんがやってくれて、作詞もね神田沙也加さんがやってくれて、すごい曲を本当に用意してくれて、でレコーディングを一生懸命やって、なんとか1日で「あれ OK!」っていうのがまあまあ取れたんですよ、うん、だよかったと思ってたら11月に全部のライブ、これ CD を引っ提げてみんなで行きたかったんだけど、うんうん、全部中止になったんだけど1個だけそのライブ、うん、取り付けることができましたと。でそれがサンリオピューロランドですと。えってなって俺人生初サックス、そのキティちゃんとかのお膝元でやんのなかなかトリッキーなところが手挙げてくれた。でも他のライブとスタジオ全部もう中止中止、だからサンリオピューロランドさんだけがうちでやってやってくださいと、うん、で、まあ、そのアルバムに参加してたのが僕もなんですけど、うん、RG とかフットボーラーの後藤さんとか、まあ、椿おにゃかさんとか、まあ、もうおなじみの面々もいながら、早見優さんとかもいてっていう、うん、でそのアルバムのライブを1日だけやりましょう。でも人前でサックスなんかやったことないから、もう朝からガク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 震えて、楽屋でもうガタガタ震えながら、もう本当漫才とかの新ネタとはもう比べ物ならぐらいなんかめっちゃ緊張してたんですよ、うん、やったことないから、うん、ほんで出番が結構後ろだったんですけど、ギリギリまでずっと練習してたんですね、うん、で川島さんそろそろですって言われて、分かりましたってギリギリまでやってたんですけど、外出たんですけど、どうやってステージまで行っていいか分かんなかったんですよ、うん、楽屋からめっちゃ広くて、うわーって遠くて、いやこれやばいやばい、出番近づいてるのに、えこれサックス持ったまま衣装も着てるし、これ どこ行ったんやのってなるけど、みんなはもうステージにいるから、えこれどこ行ったんやのってちょっと迷子になったんですよ、うん、ほんならピューロランドの人が聞き化して、あこちらですこちらですって案内してくれて、あよかったって思って外出たら、マジのパレードの方出たんですよ俺ピューロランドのマジのありがとうマイメロディーみたいなとこバーンって出て、何これってなって、すごいいろいろマイメロディーとかキキララとかいる、うちのめちゃくちゃ生身のおっさんが出てきて、違います、これじゃないです、あのステージの方ですと、あーってなって、なんとか間に合ったんですけど、すごい恥ずかしい体験しました。全然短い話じゃなかったけどちょっと張り切っちゃいました。いやいやいや、うん、そうですね、本当にこの 4,5 日前の出来事なんですけど、この番組のプロデューサーの、はい、佐々木っていう、はいはいはい、まあ皆さん知ってるでしょ、はいはい、佐々木とね、あとまあ後輩何人かと、よくサウナに行くんですよ、はい、ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。本当にこの 4,5 日前の出来事なんですけど、この番組のプロデューサーの、はい、佐々木っていう、はいはいはい、まあ皆さん知ってるでしょ、はいはい、佐々木とね、あとまあ後輩何人かと、よくサウナに行くんですよ、はい、でこの間もそう 4,5 日前にサウナ行って、はい、でそこは新しい初めて行ったとこで、はい、いろんなお風呂があって、はい、で1個ね名前ちょっと忘れたんですけど、お湯なんですけど、下の方がねもうね小豆ぐらいの石がねバー引き詰めてあるのよ、でザバー入ったらゴボゴボって入って、ものすごいなんかね今までちょっとない感覚で、はい、何風呂かわからんけど、これ佐々木気持ちええなー言うて、はい、気持ちいいですね、でまあまあサウナ行こうかって向こうのとこのサウナにまたその後行って、はい、で佐々木がねサウナ行っててね、動くたんびにねカランカッシャン、おい佐々木なんかなー思ったら、何のことあれん、その石がもう佐々木のアナルにいっぱい入ってる佐々木が動くたびにカラカラカッシャーなんぼほど緩いねんすごいな、結構なもんね、そうです、なんかまだ一個ありそうや言うて帰ってきましたった話でしょ、困った話ですね、はい、あ、
これ中3の時なんですけども、はいはいはい、友達からエロビデオを借りまして、この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。なんかふと気配感じてパッて見たらおかんがほんまに仁王立ちしてまして、うわー思ったらおかんが、うん、えげつな行きましょうか。おドン、はい、うちの、はい、そうですね、柳浩二さんの話なんですけど、知らないやつばっかりまあでもそれ僕前滑らない話で喋って MVS 出た時の合コンついてきたおじいさん2人、一人が達治、もう一人が柳浩二さん、はいはい、ツートップの人です、ツートップの人です柳浩二さん。私新喜劇入ってすぐで初めて営業に連れて行ってもらう機会が、地方で新喜劇公演をするという、はい、そうですそうです、ありまして、でまあみんなで難波に集合して、大きい観光バスで、うん、ベテランさんも私みたいな若手もみんな揃って、うん、営業先に行くっていう、うん、で途中で、まあ、トイレも行きたいでしょうし、うん、まあ、ちょっと軽食も取りたいということでサービスエリアでいつも泊まるんですね、うん、でそのサービスエリアで泊まった時に、まあ、皆さん自由にトイレ行かれたり、うん、まあ、なんか買いに行ったりするんですけど、うん、柳師匠が、まあ、その時一番私が後輩だったので私に牧ちゃんソフトクリームを、うん、買うてきてくれへんかって言って、あ、分かりましたって言って、でマキちゃん自分の分も買っていいからねって言われて、2つ買っておいでって言われて、で私すごい嬉しかったので、分かりましたって言って行ったらめちゃくちゃ行列だったんですよ、ソフトクリーム、はい、で今やったら例えばその、15分休憩とか決まってるから、今やったら師匠ちょっと15分に間に合いそうになったのでやめましたって言えるんですけど、はいはい、うん、当時はまだ入ったばっかりですし、もうそんなベテランの師匠が言われたからと思って、もう15分の待ち時間関係なく並んじゃったんですよ。なるほど、はい、任務遂行しないといけないという頭がね、バカだったので、でまあ並びました。でやっと帰った時にはもう30分ぐらい経ってて、でそうバスのとこバーって走っていったら、私走っていったのにちょっと出たんですよバスが、ほんでうわやばいと思ってすごい走ったら、まあ止まってくれて、で皆さんに怒られたんですよ、一番後輩が何してんねんみたいな、でお前走ってんの分かったけどわざとこう脅かすために出たやみたいな、それからもみんなカンカンで、もうベテランさんもみんなすごい怒られて、ああいう時集中砲火なるからな神経系は。でも、私がちょっと悪かったんですけど、その時間守らなかったから、うん、わーと思ってどうしようどうしようと思って、こうソフトクリームを持って震えながら柳師匠の方をパッて見たんですよ、そしたら助けてくれるのかなと思ったら、お前二つもソフトクリーム食うんかマジで本当にすごいマジめちゃくちゃ悪人やめちゃくちゃ悪いな悪い悪い師匠が出なかったから泣きながら二つ食べたハルカもいいよすごいな言われへんもんなあんたが買え言うたんやもう言えなくて、大師匠ですねでこの話したらすごい柳師匠がなんか悪い人みたいな、私がめっちゃ嫌いみたいな思われがちなんですけど、私本当は柳師匠大好きで、よう好きになるなそ, そんな裏切りなとあれ怒らへん忘れたんではないんだな、頼んだん。いや30分で忘れます、うん、だってなかなか帰ってけえへんなと回ってますやん、ずっと回ってて、うん、まだかなあれみたいな言うたら、なんやねん誰や遅い宇都宮かほんまあいつ何しつねん若手のくせにとか誰か言い出した時に言い出せなかったんで、それずっと黙ってもったあれやばいやばいどうしようどうしようどうしようみたいな、めっちゃみんな怒ってるみたいなお前何してんねん若手がみたいな言うた時、バッて言った時にそう勇気なかったんでしょうねお前二つも食うか最低やねん最低やねん本当よく好きになるよ。マジかなって。いやていうか俺入ってすぐそれやったら俺新劇やめてる。よう続けたな俺。そこで夢持てないよね。バス降りるわ俺。そことクリーム持ってバス降りるわ。もういいって言って。でもめっちゃ美味しかったです。美味しい。うまいけどな。並んでたし。その時よう美味しく食べれた。いやいろいろありますね。そういうことも含め ね, そうですね、経験ですから、はい、勉強になりました。西森、はい、僕はゴルフをするんですけど、お、はい、
ほんであの家の近くの、 あのいつも行く打ちっぱなし場がありまして、そこで大体いつもね夜中の2時か3時ぐらいに、24時間なんで、そこで大体行ってやるんですけど、いつもねあの決まったあのようおる、その時間帯にいつもようおるおっちゃんがおるんですけど、なんか派手な服着てね、いつもよう見るんですけど、なんか打ち方がちょっと面白いんですね。なんかボール大体あの借りるんですよ、自動販売機で借りて、はいはいはい、でゴロゴロゴロってやって打つんですけど、うんうん、もうもったいないぐらいすごいスピードでポン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 打つんですよ。俺いつも面白いからね、近くできるだけ近くに行って、あんま近すぎてもあかんけど近くに行ってちょっと見るんですよ。これそのおっちゃん変わってるのが、あの自分の気持ちいいショットが出た時にポンと打ってナイスショットやったら、あのゲッツみたいな感じでポンと打った後にボールに向かってこうやるんですよ、飛んでったやつを。はい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 、自分でな、自分の方向先にね、バーンやってこうやるんですよ、今の気持ちよかったみたいな感じで、ほんで面白いな思ってずっと見てて、俺ずっと見てたら多分ねその日一番ぐらいのショットが出たんでしょうね、バーンって打った後バッてこうやってやって、次打つ球にこうやってやったんですよ。えぇ、やったーって入ったんだね、同じ弾道をどうぞみたいな。次もどうぞってボールがメインなんですよ多分。その差ね、その差スイングどうこうじゃなくて、どうこうじゃなくて、はい、よろしいですね、非常によろしいんじゃないですか。まさにナイスショットだったね。いや、キレさん、そういうのはいらない、まさにナイスショットですね。そんなポジションなのかなと思って、サラリーマンになった気分でした、一瞬。よろしいですね、でもいいですね、楽しいですね、なんだろう、楽しくなってきましたね。行きましょう。あ、星来ました。さあ、どうですか小峠が言ったんですよ。小峠もだいぶ落ち着いてきたから、はい、そうですね。行きます。行けるよね、はい、そんな、まあ、そんな大したことじゃないですよ。フルーツコウモリみたいな顔やった。まあ、フルーツコウモリってのは存じ上げてないんですけども、ね、はい、よく僕をコウモリに例えていただけるんですけども、はい、あのこれ僕が高校2年の時の話なんですけど、このあとコント王者バイキング小峠が衝撃の滑らない話。滑らんな、滑らんな、滑らんな。これ僕は高校2年の時の話なんですけど、僕は本当に昔からお笑いがやりたくて、で高2の頃にもう今すぐお笑いをやりたいと、もう学校になんか行きたくない、やめてもう今すぐ俺はお笑い芸人になりたいんでっていうところまでもう高ぶりまして、で先生と親に俺学校辞めるって言ったんですよ。で学校を辞めて、僕当時福岡に住んでたんですけど、一人で大阪に行って芸人になるって言ったんですよね。なんか当然そんな話は許してくれるはずもなく、なんか先生と親が大反対して、で先生がおっしゃってくれたのが、小峠とじゃあ辞めるんじゃなくて高校を休学にしとけと、とりあえず高校に籍を置いて、もしそのお笑い芸人がダメだった時に戻ってこいと、そのために休学という形を取って籍を置いといたら大丈夫やから、ね、なら、おかんもじゃあ休学だったら許してあげるっていうことで、僕は高2の夏休み明けに休学して一人で大阪に行ったんですよ、はい、で一応休学という形を取りましたけども、僕はもう全然戻る気なく、もう辞める気で大阪行ったんで、これはもうなんか決意のために何かをしようと思って、僕は当時バリバリのパンクでして、はい、パンク、パンクロッカーです、うん、はい、パンクの、パンクの、なんかすごく有名なイギリスのバンドでセックスピストルズっていうのがいるんですよ、うん、でそのセックスピストルズのベーシスト のシドビシャスっていうやつがいて、でその有名なのでシドがここにいつもチェーンをして、で南京錠を止めてシドチェーンって言われてるんですけど、それもうずっとつけっぱなしなんですよ。よしと、俺もシドチェーンをつけようと思って、はい、でお店とかに行ったらこう洒落たその既製品が売ってるんですけども、いやもうそんなんじゃダメやと思って、僕日曜大工用品店に行ってこんなごっついチェーンを買って、マジで、はい、でガッチガチのその南京錠をここにつけて、で僕その鍵を田舎の連れに送ったんですよ、はい、で手紙を添えて、なるほど、その手紙を添えて、俺は今から大阪で芸人になると、絶対に売れると、もしお前がテレビで俺を見てこいつ売れたなって思ったら、その鍵を持って大阪まで来てくれと、このチェーンを開けに来てくれと、俺はその売れるまで絶対このチェーンを取らない、はい、その手紙を書いて田舎の連れに送ったと、はい、
したらその次の日ですよ金属アレルギーでここもうバッキバキやれたんですよ。もうかゆくてかゆくてでももう鍵ないですからどうしようもないどうすんねんお前で1週間ぐらいちょっとあの頑張ってこのまま生活を送ってたんですけどもう何しかかゆくて仕方ないんですよ。で皮膚科に行きまして先生とちょっと首がかゆくてかゆくて仕方がないんですよ。な先生が冷静に小峠さんと理由は分かってますよねと今すぐそのチェーンを取りなさい一目瞭然いや先生これは男と男の約束があってチェーンは取れないんですよ。おお言うたんやじゃあ分かったとりあえずじゃあこの薬を出しとくから、うん、これあの1日朝と夜2回あのこれ患部に塗りなさいって、はい、塗り薬をもらったんですよ、はい、でそこから僕はその塗り薬を塗る生活が始まったんですけど、結局チェーンと首がもうすでにこの当たってるので、はい、塗ったところで一向に治んないんですよ、ね、全然治んないんです、はい、でそこで僕が考えたのが、うん、あの薬を塗った後にここにティッシュをかますっていうのを考えたんですよ、はい、ティッシュをここに塗ってティッシュをかましてチェーンが、ね、当たらないようにしたんですよ、はい、だから僕しばらくここにティッシュガーってあるまま外歩いてたんですよもはやあのパンクでもなんでもないんですよね、はい、それでその生活が1ヶ月ぐらい続いてある日、うん、なんやこの生活と思ってなんだこれはと何をやってるんだと自由になるために大阪に行ったのにめちゃくちゃ不自由なことやってるじゃないかとなんて一月だとそうなんですよ、はい、それでもう耐えきれなくなって近くの板金工場に走りまして、うん、すいませんとこのチェーンを切ってくださいって言ったらなおっさんがどうしたあの鍵はどうしたんだと鍵はもういいんですと鍵はないんですってなおっちゃんが奥から見たこともないようなあの手つきりバサミを持ってきてで僕この台の上にこうやってあの首をこうやって女もおっさんが絶対動かないよ絶対動くないよお前動いたら死ぬからなっていや死にませんもう絶対に動きません絶対動けませんからでバチーンってここのチェーンが切れてなら僕はわーわー騒ぐから店の前に結構な人だかりができててこれが切れた瞬間そこそこの拍手が起きたんですよあよかったっなんか知らないけどよかったっお前何やそれ野良犬の話じゃない何やお前まあそう、はい、まあでもよかったな、よかった二度とですおあはあなるほどしますねまあおかんもさることながら、はいはいはい、うちのおとんもまあおかしな人なんですよ。 おかしな人というかもう夢がないと言いますかね、はい、子供に夢を与えないと言いますか、はい、僕は小学校低学年の頃ですよ、うん、クリスマスイブの日に、はい、サンタさんがクリスマスプレゼントを持ってきてくれると、はい、待ってたんです、はい、寝て、はい、きっと枕元にプレゼントが来るだろう、はい、僕のところにもきっとやってきてくれると思って、はい、夜中ですよ、はい、僕寝てたんですよ、はい、もうそのまま寝てしまったんです、うん、ほんな玄関がバーンと開いて、はい、おい、うん、サンタさんのお帰りやぞって親父が帰ってきたんです最悪やなバレバレの最悪やプレゼント買うてきたからなってもう買ってきたことも言ってもうてる作ったんや全部言うてるほんで「ああよう寝てるわあ僕プレゼント置いとくからな」うん、僕寝たふりして、はい、まあでもちゃんとプレゼントくれたから、うん、まあええわと思って、うん、で次の日の朝ですよ、うん、何やろうなと思って楽しみにしてますから、うん、ほんで枕元パッと見たら、うん、プレゼントが図書館の本やったんですよ、うん、ほんまの本じゃなくて図書館の本ですよ借りてきたやつよ借りてきてるんですよ僕2日後に返しに行ったのプレゼントそうですほんでその本も、うん、世界のお正月っていう本なんですよ全く関係ないもう1週間後のこと考えとるんですよいらんないらん夢があるのかないのかないないでしょう、ね、ないでしょう結構偏ってきましたね今日は、はいはい、行きますコバ、はい、あの僕あの映画版ドラえもんのゲスト声優でこの間呼んでいただいて、はい、劇場版アニメの、はい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 、あれ毎回ゲスト声優で、芸能人の方とか呼んでるんですけど今回マヤミキさん、温水洋一さん、で魚くん、うん、で僕っていうのはゲストで呼んでいただいて、今回のは簡単に言うと海の物語で、人魚族と魚人族、まあ、半魚人ですね、これの戦いみたいな、まあ、人魚族がいいものでドラえもんたちが応援するみたいな、で魚人族半魚人がこの悪者で海をむちゃくちゃにしてしまうみたいな、僕だけあのゲストの中でこう
魚人族の悪役トラギス司令官っていうすっごい悪い役で呼んでいただいたんですけども、これあのアニメのアフレコ現場って結構あの経験した方何人もおられると思うんですけど、結構すごくてマイクを4本ぐらい立ててそこで台本持って入れ替わり立ち替わり声優さんがこうバーッと交代でこう喋っていくというすごい結構緊張感ある現場なんですけども、あのさかなクンが結構すごくて、まあさかなクンはあの温水さん演じるメジーナ博士の助手、博士の助手という役だったんですけど、でさかなクンの一発目のセリフがですね、博士大変ですっていうとこう緊急事態を告げに来るみたいな、でマイク行って博士大変ですっていう役なんですけども、その順番だったらさかなクンがですね、博士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 なんか言い出して、僕は呆然と違うぞ、監督がちょっとすいませんストップですみたいな、さかなクン、ここはですね、あの博士大変ですで一言お願いします、一言です、大変、申し訳ございませんみたいな、ちょっと余裕あるね、入れました、もう一応いきましょう、そのシーンちょっと手前からいきましょう、パッて呼んでて、ほんでまたさかなクンの出番になったら、博士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 ちょっとストップしたら、さかなクン、アニメは一応映画先決まってるんで、そこに尺を合わせて行かなきゃならないんで、ちょっとそういうシーンじゃないんで、ここは一言、博士大変です、お願いします、申し訳ございません、ちょっと待っていきましょう、博士博士博士って監督がもうええわって言ったんですよ、そんなすごいさかなクンやったんですけども、いやこれやっぱさかなクン面白いなと思って、ずっと合間一緒におろうと思って、ちょっといろんなとこ見れるかもしれない、知りたいなさかなクンのこと、さかなクンの生態を知ろうと思いました、で横にいてさかなクンって、あと魚に詳しいだけじゃなくて魚料理もすごい好きなんです、で全国の魚料理詳しくて、僕もたまたま大阪で深海魚を食べさせてくれる店行ったことあって、その話をちょっとさかなクンにしたんです、深海魚ねいっぱい食べさせてくれる店あんのさかなクン大阪に言うたら、すごいですねって言ったんですよ、あれさかなクン、そこすっごいですねって言わへんのさかなクンって言って、ちょっと意地悪したら、ギャーって言って部屋飛び出してあんまり言うたらなんだ追い込んだら今後もちょっと注目していこうかな、もうさかなクン目離せないね、目離せないからこれからもねそうなんや、いきます、これね、まあ、自分が弱い話っていうかあれなんですけど、いつもね仕事で新大阪行ったらなんか少年っていうか結構大人ですけどなんか待ってるんですよ、サイン帳みたいなのがあって、それをだから僕を待ってるんじゃなしに、誰でもそのね、新大阪駅からタクシーに乗るとこの通りで待ってて、誰でもこう、すいませんサインしてくださいって、あのファンなんですとか、まあ別にファンじゃないやろな思ってもこうやってあげるんですよ。で夏休みに僕新大阪行った時にそのとこに子供がおったんですよ、普通小学生の男の子がおって、でその普通の大学ノートなんです、新品の、でサイン、おじちゃんサインくださいって言うところ、ええよって開けた時にすごいこれ普通のノートやんって、別に会話のね、だから普通のノートやんって言ったら、青年それデスノートやでって言いよったんですよ、ね、そんなでも本物なわけないし、でも前に誰もサインしてへんから本物やった時は万が一そんなノリでしょ、どっか開ってとかで子供の目をチラって見てもそのどっちにも取れる笑顔で言うてる感じの話に、それデスノートやでみたいな感じで、俺を見てないんですよ、俺の手元をじっとこう見てる感じの子やから、ほんでなんか自分の中でそっちの方が大きくなってきて、これ本物やったらヤバいなって嫁もできてあれやし、でもこれデスノートやったらいらんわサインしたれへんわっていうタイミングも逸してるから、で今更デスノートやったらサインせえへんって言うたらなんか弱い、おっしゃん弱ービビリやって思われても嫌やから、サインは断られへんと思って今までないくらいサイン崩して書いたってもうおっしゃんって分からんよ
怖かった。今度泣いてくれるもん。めっちゃ崩してくれた。万が一のことがあります。万が一がある。万が一も泣いてくれるもん。読み取れる意味って。まあ大人げないなって思ったんですけどね。じゃあ行きます。木村さんが1回だけ、行きます。当たってへんの出しましょう。惜しい。おー惜しい。これはやっぱりまだ行ってない人が通っているじゃん。いやそうですね。どうだ。21か。この間地元帰りまして、で久しぶりに地元の友達とボーリングをしようと、うん、でまあ普通にするだけやったらあれですから罰ゲームを作って、うん、一番負けた人が別途の人が、うん、向かいのコンビニに行って、うん、コンビニのエロ本のコーナーでエロ本を選んで、うん、で買う時に店員さんに大きな声で、うん、この本はこの店で一番スケベですかって聞かないといかんと、まあこういうまあまあ罰を課せてボーリングをやったんです、まあまあ、ね、うん、で結局僕は負けまして言い出しっぺの、うん、でまあいやいやですけど半ば顔も差しながら、はい、コンビニ行ったんです、うん、でエロ本コーナーでエロ本まあ適当にパッて選んで、うん、で店員さんとか持って行って、若い20代ぐらいのお兄ちゃんなんですけど、まあその人にこの本はこの店で一番スケベですかって聞いたんです、うん、で店員さんが、うん、あ少々お待ちください、宮脇さん宮脇さん、うん、奥からもう50代ぐらいの、頭ベタベタのおっさんが出てきて、でエロ本こうやってパッて取って、うん、スケベってこう担当の方が来たって。完全にエロ本担当だ。そのチェック担当の方がいるんだ。いたんだ。いるんだ。いたんだ。ベテランだからね。ベテランのちゃんと担当のそれ専門の方がいたっていう。みんなその罰ゲームしてるみたいだね。まるでその地域でね。慣れてるね。慣れてる感じやね。いやこれ。ここへ来て。いきます。ここへ来て。すごい。さすが。今年の最高。残るか分からへんな。木村さんの話なんですけど、この人もなんかしっかりしてるようで、意外とそうでもなかったりするんですよ。で、まあ別にお店の名前言っていいと思うんですけど。今だと俺とキムと、はい、あと後輩何人かおって、はい、で麻布十番に、はい、トラクマモグラって、はい、美味しいお店があって、はい、そこを行こうって言って、でもキムと俺は知ってんねんけど、はい、今だは行ったことなくて、はい、え、なんすかトラクマモグラってって言って、はい、でどんな店ですかって言うから、なんかキムがいや今田さん、よう京都で行ってた大木屋さんっていう店があって、そこに似てる感じですわ、はい、あっこ石やん、あんな感じのとこが麻布十番にあんねや、行きたい行きたい言うて電話します言うて電話して、あもしもし今4人で行きたいんですけど15分後ぐらいにいいですかって言ったら、あ大丈夫ですって言って、あ行けましたでバー行って車の、あ車の前までつけて降りて行って完全に真っ暗やねん。中見たって営業してる気配もないの、看板も電気ついてへん、予約したよな、しました、なんでや切れたろか言ってたら、はい、すいません大木屋に電話してました。京都の店、京都京都京都15分で絶対つけお前はしっかりしてるはずやのに、いや立ちつてどうの時に今田さんのそのどんな店のがあったからなんかあゆえおーになって大木屋に電話してしまった。いやーそれ一言考えられない。ここですよね出るとこは。宮迫逮捕しきました。これは言っときますか、ね、そうですね、はい、あっちから、ね、それはやっぱりね、一番先輩のハマーがいいんじゃないの、はい、よっ、うん、おっだいぶね、こう、ほぐれてきましたけど、ね、そういう感じで上がってくるの、すごいね、すいません、お願いします。ハマーのことは、今ないからね、ハマーありがとうございます、ありがとうございます、おやす、おやす、お願いします。じゃあ早速よろしいでしょうか。もうそれはもう早速行くしかないですよね、じゃあ仲のいい芸人の話をさせてもらいたいんですけど、僕あのサバンナの八木くん、すごく仲良しで、はいはいはい、まあ同期ぐらいなんですけども、まあご存知の通り、まあ、天然じゃないですか、そうね、で
仕事でちょっとホノルルマラソンに行こうとなって、はい、八木君とかと。でちょっとマラソン選手ってコーチトレーニング言うて、なんか山の方行って走って練習するみたいですよ、酸素薄いところでみたいな、はい、山まで行って練習しませんかみたいな、うん、またアホなこと言うてんな思いながらも、なんかおもろそうやな思ったから、まあ、行こうか言うて、でまあ電車で行こうってなって、で電車来る間待ってる間ホームで、まあ、ちょっと卑猥なやらしい話したんですよ、あそこの風俗店がねみたいな、最近出会った女の子がねみたいな、まあ、やらしい話をしながら電車来ました、乗りました、そのままやらしい話したまま席着いたんですけど、その席がこう4人掛けの席でして、僕がおって八木がこう座りまして、ここ通路でこうやってまあ窓で、ここに全然見知らぬ若い女性が座ってたんですよ。でそのままホームからこう電車乗ったままやらしい話がまだ続いてるじゃないですか。でここの女の子が明らかにやっぱこう嫌そうな顔を、まあ、そらしますよ ね、まあ、ね。で僕それ気づいて、あやばいなと思って、でも八木は気づかずに、いやほんでね、その時の風俗のね、この子がね、こんなところをねみたいな、八木が、いや大したことないです、いやいや違う いや俺確認せん言うてんちゃうナンバーセンみたいな、それやったら俺の方がよく見えるやろアホやな思いつつまあまあとりあえずまあ着きまして、まあ、走ろうかーって、まあ、着替えまして、僕はまあ普通のジョギングの普通のジャージ着て、八木くんってなんか走る時ってなんかまあキャラでもやってるんですけど、有酸素運動マン言って、やってる、ね、まあ、マラソンランナーが着るような短パンとまあタンクトップと、ヤギ君走るとき絶対ウエストポーチをつけるんですよ。あ、つけてるわ。なんか、なんかもう100均で買ったようなペラペラのなんか三角形のね、めっちゃダッサいウエストポーチをやるんですよ、いや何入れてんねん言うて、いや途中喉乾いたら自動販売機で、いや山道ないやろとか言いながら、いやとりあえず走ろうかー言うてバーって走ったんですよ。最初は2人こう結構並行して走ってたんですけど、だんだん僕の方がこう早くバーって行ってて、でやっぱり人のペースに合わせて走るのしんどかったから、八木ちょ俺さっき言っとくで、あ言っといてください、まあまあ一本道やから俺頂上で待っとくわ言うて、バーって僕さっき行って頂上で待ってたんですよ。ほんだら、まあ、5分たち10分たち、八木君全然、登ってこないんですよ。であれと思って、おかしいなと思って、もうそろそろ来るやろうなと思いつつも、あそうや、まあ、一本道やし、ほんだら俺降りていこうと、ほんだらどっかで八木と会うやろうと思って、バーって僕降りていったんですよ。ほんだら、そうですね、5分ぐらい降りたところでヤギのウエストポーチがパッと落ちてたんですよ。でやっぱりってなって、なんやこれみたいな、なんか聞いたことある神隠し的な、怖い怖い怖い、めっちゃ怖なってヤギヤギって言ったんですけど、どこにももう何の返事もなく、これなんかあったんや思って、とりあえず怖なってもう一回一旦下まで降りようと思って、下パッて降りたんですよ。降りてもヤギがいない、いない、うわどうしようと思ったら、普通にヤギが上から降りてきたんですよ、パーって、あーおさーみたいな、いやいやもうどこ行ってたみたいな、いやすいませんみたいな、途中でなんかこう左にそれるような道あったでしょ、間違ってそこ行ってもうたんですよみたいな、いやまあ確かにあったけど、どう考えてもこのメインのここやろみたいな、いやだから浜本さんが悩んだあかん思って、ウエストポーチをこうこうラジルシで最初にしてラジルシで僕どっちやねんみたいな、分かるかチルチルミチル的な腹立つわアホやな、いやいやありがとうございますね、東大プレッシャーもあったりそうですね、さすがです、さすが、仕事バッとやってバッと、ね、バッていきますよね、かっこいいですね、かっこいいですね、ベンダラの浜田でした、ありがとうございました、いやしっかりしてます ねそれはもうこんな時間に焦るとはあんまりんかったわ、続いてまいりましょう、続いてこちら、あ、欲しいだ、欲しい、まだ行ってない方は行ってない、結構いますね、じゃあ僕行きますよ、あ、吉村、僕行きます、行っていいですか、あ、どうぞ、あ、行きます、すみません、僕サウナが好きで、よくサウナ行くんですけど、この間サウナに行った話なんですけど、その日サウナ入ってちょっと時間があったんで休もうと思いまして、そのサウナのその店の上にある仮眠ルームみたいなところに行ったんです、仮眠ルームってわーってでかいところにこのマットが敷いてあってみんな寝てるところなんですけど、その日ものすごい混んでたんですよ、だから寝れないんで、その奥にあるリクライニングシート、そこが空いてたんでそっちで寝ようと思って向かったんです、でその店のリクライニングシートっていうのはこういう4つありまして、でその日はこの2つが空いてたんです、でここにおっさんが寝てて、でこっちにもおっさんが寝てるんです、で僕ここに寝たんです、で寝てしばらくしたら横からパーン
ーンって音聞こえるんですよ。パンパーンって音聞こえて、僕そっちの方を見たんですよ。そしたらこの一番端のおっさんがこのおっさんをタオルでパーン叩いてる。何始まったんだと思ったらこのおっさんがうるせんだよお前さっきからギリ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 激しいうるせんだよっつってすごいことパーン叩いてるんですよ。でこの叩かれてるおっさんがもうやめてくれよやめてくれ俺じゃねえよ激しい俺歯吐いてねえんだよとんでもねえ喧嘩だなと地獄みたいな喧嘩始まったなずっと歯茎が鳴っちゃうだけなんですよ。そのギリ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 すげえ喧嘩見ちゃった地獄へ見えたんですよよかったっすわ怖いわめっちゃ怖いぞ怖いっすよ怖いあんなに歯茎鳴るんだなって歯茎鳴るんだなって大輔 僕あのご飯食べる番組をしてまして、はい、ああやってるね。でそれで最後のシーンが乾杯言って、うん、でビール飲んで、うん、でありがとうございましたで終わるんですけど、うん、まあその後にもちょっと飲んだりするんですね、うん、この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大輔、僕あのご飯食べる番組をしてまして、はい、ああやってるね。でそれで最後のシーンが乾杯言って、うん、でビール飲んで、うん、でありがとうございましたで終わるんですけど、うん、まあその後にもちょっと飲んだりするんですね、うん、で、まあ、地方なんで、まあ、その空港まで2時間3時間とか車両移動があるんです、ね、うん、で、まあ、3時間あるからと思ってこうおしっこしてても、うん、その現場でねやっぱり高速道路で絶対したくなるというか、うん、で、あもう、ほんでこう寝てるじゃないですかやっぱ朝早いし、ほんで疲れて後ろで寝てて、ほんで起きた瞬間にはもう一もう限界に来ておけるんですよ、はいはいはい、ですいませんドライバーさん、あの次のインターチェンジで止めてもらっていいですかって言うて、なあ分かりましたって言うてもこう全然ない時とかあるじゃないですか、はい、でもその時もやばいんですよもう、うん、でやばいなと思ってずっと待ってて、ほなしばらくしたらこうインターチェンジの看板見えるじゃないですか、はい、でああインターチェンジの看板見えてきたと、ほんでまだまだ長いからもうちょっと一回窓ちょっと開けてちょっとここからこう風を当たってなんか忘れようとか分からんけどこっちじゃないとこに持っていくんですけどもうあかんと、ほんでいやもうこれペットボトルにしようかなと思って、ほんで一回ペットボトルでもちょっとあれ250ぐらいじゃないですか、無理やな、ね、ほんで100ぐらい余ってるからちょっとあのんで、でもこれ250で足りるかなと、おしっこってどんだけでいいんやろう俺分からんわと思ってこれやめとこうと思って、ほんならちょうどあったんですよ、ほんでこう入ってくれはって、でももうあのすいませんってギリギリなんで、あのギリギリまで止めてください言うて、でギリギリにその便所の前まで止めてもらってバーッ走っていったんですよ。ほなそこ大便と小便とこがあって、俺大便の方行ってもらったんですよ。ほな全部戸ついてて、あ違うこっちじゃないと思って、ほんで小便の方はあって、で小便の方行ったら小便こう入ってこっちがあの手洗うとこで、でこっちにあるんですよ。でそれ分からないんで、あこっちじゃないと、でもうやばい、このここの手洗いのとこにしたろうかなと思ったんですよもうギリギリなんですよ、もうここブックなってるんですよ、もうつまんでほんであかんと思って、ほんでこっち行ってもうパンツからもう生でグーンつまんだんですよほんでもうやばいから、ほんでもうここパンパンなんですよ、でもうやばいぞもうここでしたろうかなと思って、下入ってきて宮川がねそこでやっとったってなったらこれやばいと思って、ほんでこっちでほどいて、でもうやばい思って走っていったんですよ。ほんならこう入ったらこっちの奥やったんですよ。ほんであこっちや思って一番手前のとこにやろう思ってパッて離したらこうおっさんおったんですよでおっさんおろう思ってまたこっちでキュッてやったんですけど、一回おっさんのここにジッてもうだいぶ食べてたやつやったんでジーッジーッジーッってしもたーと思っておっさんにこすったんやないか、もうあのホースをこうやっててパッてやったらジーッってなるやんジーッってなったんだ
ジーってなってうわー思ってジーだジーだジーだおっちゃんバーって見たら、うん、ジーってなってるのに、うん、全然気づいてない、まあまあ、いけるんちゃうか思って言うた方がええんかなと思うんだけどそのおっちゃんなんかこんな感じやったんでもう言わんで大丈夫やろと思っておい多いやないでしょ謝っていやいやそうですいやそんだけにこんな感じやよ証明かけてるなって言われたらすいませんって言うんですけどもう全然気づいてないもうこんな感じやからおるけどもうこのおっちゃんが垂れてたんちゃうからおるけどそんなおっちゃんもう言わんとこうそのままひどいないやすいませんあれはでもねあ危なかったですねすいませんじゃあ行きますいきますこれは10年ぐらい前に、うん、あの僕天然素材 やった頃の話なんですけど、最終の新幹線で帰る時に、うん、あのバッファローゴロの木村さんが、はいはいはい、ちょっと今日ものすごいちょっとたまらんのよって言ってでそんなことめったに言わないんですよ、うん、でたまらんのよムンムンしてる、はい、もう大輔ちょっと女の子ちょっと誰か知り合いおらへんかなみたいな、うん、もう知り合いで、まあ、今晩みたいなことしましょうか言うてあ、はい、まあ、ついてもうあの居酒屋行って用意したんですよ、うん、ほんで行ったんですよ、うん、ほんでこう三ぐらいでもう一人あのヘビイチゴの高橋いうやつと木村君と僕3人で、うん、女の子3人で、はいほんで飲んでて酔っ払ってきて、うん、どれが好きみたいな言うて、うん、ほんなら、2人僕やったんですよ、うん、で1人女の子が高橋みたいになって、うん、木村さん持ってへんかったんですよ、うん、ほんならまあそんなもんやんな言いながら、うん、でもうええわ言うて、うん、でなんか酔っ払って、うん、女の子の、うん、こうここのここにちょんまげ言うてやりだしたんですよ、うん、でちょんまげってやってでちょんまげってやってここに笑いながら座らはったんですよ、うん、ほんなら女の子が「いや何これ!」って言うてパッて見たらこっからここ糸引いてたんですよじゃあ小林はい、夕方5時ぐらいに仕事が終わったことがあってこれメッシにしても早いなということでまあよく仕事する作家さんと一緒やったんでスーパー銭湯がこの近くにあるらしいぞということまあちょっと地方やったんですけどそこ行きましょうっていう話になってスーパー銭湯行ったんですよほんならスーパー銭湯で僕好きなのがジェット風呂って言って、まあ、背中にジェットがダーッて当たってあ気持ちいいっていうようなのが好きなんですけどもそこは3つしかなくて強中弱のジェットプロがあったんですよ、うん、そこをね小学生3人が占拠してしまってて、うん、あ小学生が占拠してるわ、うん、と思ってまあこれを無理やりひっぺがすわけにはいかんなと思って、うん、またちょっと違う風呂行って、うん、ちょっと軽くまあジャバジャバしてまた戻ってきたらまたずっと小学生が遊んでる、うん、あこれはひっぺがすわけにはいかんなってまたこう繰り返してたんですよ、うんどうやらまあこの同じ動きしてるおっさんが78人おったんですけどどうやってもジェットブロー当たりたいみたいな小学生3人がどかないんですよまあでも言うわけにもいかんなと思ってたらしまいにこの小学生たちが背中に当てるジェットをですねこう前向きに当て出したんですよ京都中のやつは痛い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 とか言ってるんですけど弱のやつだけやっぱボコボコボコぐらいですからなんかもうどかへんかなと思ってたんですよほんでどいたんですよなんかその2人のやつが外のなんか穴風呂行こうぜみたいなの言うて洞窟みたいなのがあって、うん、3人こう2人バーッ走っていったんですけどまあジャックやったやつはちょっとフラフラになりながらついていけようかなってそこからおっさんの奪いでバババッと入って、うん、まあ僕は普通の中入れたんですねでおっさん今日入ってでもう一人のおっさんがジャック入ってまあ、ジャック入ったおっさんも一回見てたんでしょうかね、うん、一回こう腹に当ててみて首ひねってもう一回戻るみたいなそらそうやろおっさんみたいなそらそうやろみたいなねでまあ3人でわーって当たってたら小学生が戻ってきたんですよ、うん、ほなまあ先頭の2人がうわ埋まってる、うん、うわ
もうチンチン湯がきでけへんってそんな大声で言うとあかんよな。前向いてやることチンチン湯がきって呼んでたぞ。大声で言うとあかんよ。そいつの中でもチンチン湯がきになってボコ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 なることお母さんがブロッコリー茹でてるとこ見たんですからね。悪いネーミングではないけどね。来年ぐらいユーキャンで選ばれる。行きます。この春事務所を独立した中井社長の滑らない話。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。みんな行けなくなっちゃうから僕は行けません。よっしゃ乗ったらお前バーン終わった。ハズモンやハズモンや。おー来た。やらしい話じゃないですけども、まあ言うてもね、僕もその一応高級車というもんにね、はい、乗ってるつもりなんですよ、はい、でまあまあもちろん買った時からもう最初からカーナビがついて、はい、まああえて車の車種とかは伏せますけどね、はい、でこの高級車のカーナビがなんでこんなにアホなんかなっていう、はい、本当バカなんですよ、はい、で今までイライラもしてたんやけども、でちょっと前に、はい、ちょっと知り合いと待ち合わせをしてて、はい、でその六本木三丁目の交差点で待ち合わせやっていうことで、はい、でまあ六本木は分かるけど三丁目って言われても意外とどこかなっていう、はい、大体の雰囲気は分かるけど、はい、いまいち分からんな、はい、あまあまあカーナビはあるから、はい、それでええわって思って、で僕渋谷の方からカーナビで一応六本木三丁目入れて、はい、であのあれなんですか、あの道六本木通り、六本木通りか、はい、六本木通りをもう六本木三丁目やから、はい、まあ多分あの辺やろ思って、はい、渋谷の方からこう向かってたんですよ、はい、ほんなら高木町の高速道路の乗り口があるじゃないですか、あそこに乗せようとするの。すぐですよ、もうちょっとすぐでしょ、で俺三丁目分からんけど絶対距離的におかしい、もうありえへんからと思ってもう乗ろそうとするのやめて速道に行ったんですよ。なんか左へ曲がってくださいみたいな、もう左か、なんかもうなんか新しいルートを探しますってなってるんですよ。左曲がってくださいと、まあ曲がるよそれやと思って、で曲がったらまた左へ曲がれ、でもう一回左曲がる、気づいたらまたそっち出てきてるんですよ。またまた、ほんで高木町からまた乗せよう。いや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 、ない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 、それはないわ思いながら、また無視したったんですよ。ほらまた左曲がれ、また左曲がれ、また左、また出てきたんですよ。もう分かったと、どういう決着をこのガキつけようとするのか、この俺様を高木町から乗さすんやな。よっしゃ乗ったら、どんな決着つけんだ、高速もタダやないぞ、乗ったら高木町乗ったんですよ。乗って300m か 400m ぐらい高速をぐー走ってる時に目的地周辺です。無理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 、そりゃそうや、そりゃそうやな、運転お疲れ様でした。いやいやいや、終わられ終わられ、あれなんすかあれ、ほんま サウナにね、うん、行くじゃん、まあ、これね僕だけ、まあ、皆さんもちょっと聞きたい感じの話でもあるんですけど、はい、松本のサウナでバッザーと起きた滑らない話、最悪なんです。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。説教始まる、感じで、サウナにね、はい、行くじゃん、まあ、これね僕だけ、まあ、皆さんもちょっと聞きたい感じの話でもあるんですけど、あの大人数で行った時は別にいいんですよ、
でその2人ぐらいで僕が例えば後輩とサウナ行く、うん、で これが別に有名な芸人でもない、うん、ただの、まあ、そいつはあの、はい、放送作家のサダって言うて、はいはいはい、もう見るからに頼んだ腹の出た、うん、もう汚らしいおっさんですよ、うん、でこのサダと、まあ、何ヶ月か前かな2人でじゃあサウナ行こうかってこう行くんですけど、でサウナ今服脱いで、まあ、シャワーバーっと軽く浴びてで、まあ、浸かるなら浸かる、うん、そんなずっと一緒にいないじゃないですか、はいはい、別に2人で行ったからといって、はいはい、でサダがあのサウナのサウナルームにポンと入っていったのが見えたから、うん、あ、サダサウナ入ったんやなと思って、うん、じゃあ俺も行こうと思って、うん、遅ればせながら、まあ、1分後ぐらいに入ったんです、はいはいはい、ほんならもうすでにおっさんが一人こうって見ず知らずのおっさんが、でサダがその奥のとこに座ってて、でそんなに広いサウナじゃないんで、あ、まあまあええわと思って僕は手前のとこに、まあ、だからもうおっさん、まあ、知らんおっさん間に挟んで、まあ、全員おっさんですけど、うん、こうバーッとでこの時に、はい、まあ、おっさんは松本やっていう、うん、ね、はい、もう分かってますよね、はいはいはい、であのこいつは全然顔もささないただのおっさん、はいはい、放送作家、うん、でこうなった時に早く俺とこのサダがペアであることを早く教えたいんですよ僕は。ね、松本は一人でサウナ来たって思われたない、ましてや時間ずれてるから、あの早くあのここはペアなんですとできてるんですと、いやできてないけど、あの他人じゃないんですと、他人やけど早く思わせたい、だから何でもいいからサダにあのこのやつ何食べます、何でもいいんですよ、何でもいいんですよ、昨日はあれでしたね、何でもいいから何か喋ってってくれたら、うん、ね、あの、うんっていうことで、はいはいはい、おっさんは、あ、ペアなんや、うん、ってなるじゃないですか、はいはいはい、ほんなおっさんどうぞってちょっと のいてくれてる場合もあるし、何よりもあのなんかこう喋りかけられるおっちゃんにこの抑止力になるじゃないですか、はいはいはい、だから早く来い早く来いって僕はサダにうんってこう思う見てるんですけど、サダはもううん、いやじゃあ松本さん、あなたがねサダに声かけたらいいじゃないですかって思うでしょ、でもねもうそうなったら僕もちょっともう意地もあるし、それからやっぱこうなんか後輩のなんか俺に対する愛を感じたいの、空気読んでくれサダお前やろってね、で俺からもしサダにあのおいあれどうなったなんて言うと、このおっさんがですよものすごいよく分かったおっさんやったら、いや松本空気に耐えられんよなって、はい、あの後輩にどうでもええ話しだしたで、はい、で家帰って嫁に第3のビール飲みながら言われてもきついやん、いやなんか見透かされてるような気がするんですよ、だからもうずっと我慢してるんですけど、もう一向に佐田は何もこっちにアクション起こしてこないんで、もう本当はこれやりたくないんですよ、はい、やりたくないんですけど、っていうね、こういう、っていう、あの、ミュージシャンで言うこれですよね。それと一緒。ペア感来いやって。ペア感来いやってやるんですけど、サタン見たら。マジか、こいつマジか。でもう、これはもういかんのですけど、これだけやりたくないんですよ、はい、もう第二の矢を放つしかないじゃないですか、はい、あのもうこれ本当ルールギリギリなんですけど、ルールギリギリなんですよ、あっつわそれアウトじゃないですか、違う、それアウトこれはギリギリセーフやもうセーフや、だってもうほんまそれは誰にも放ってないからでもこれ大チャンスですよ、大チャンスです、これでさらって見たらまた、はい、弱音吐いてる独り言やあ松本がさサウナ来て暑いって何のひねりもない弱り入ってさって発泡酒飲みながら言われてる、安いのしか飲まないな、1個上がったな、いやいや、ほんでもうこれもうね、その時にもう冷や汗ですよサウナやろ、サウナや飲んで、はい、でも第3の矢しかないじゃないですか、まだね、じゃあもう第3の矢しかないでしょ、いいでしょ、もうねここのサウナ暑いよなアウトです、アウトです、
ますよ。完全話しかけてた。そしたら、そうですかって横のおっさんに言われる。バッドエンディングなんですよ。僕がペアみたいな。最悪なんです。二度とあんなことないようにしてほしい。全部や無駄打ちでしたね。全然届かないんですね。いやそういうことがあるのでね。本当にもう愛を持ってほしいなと思う。笑顔浮かぶわ。いや言うたらいいと思うんですけどね。いや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 、なんかその意地は何なんすか。腹立つやん、なんか負けやんか、すっげえ負けやんか、見透かされるやん。向こうから来てほしいですね。この辺りで星とかね、今星ちゃん、あ、はい、おととしぐらいに、はい、結構なご近所問題に巻き込まれまして、マンションに住んでたんですけど、その下の階に、まあその時は知らなかったんですけど、女の人が住んでたんですよ、うん、ほんで、あのまず冬でも その人のベランダに風鈴がついてたんですね、うん、で風吹けば鳴るんですよ、チリンチリンって、うん、であれ気分的なもんで、冬になったら直してほしいし、暖房入れててもその音が聞こえたらイライラするし寒いんですよね。ほんでもうちょっと言いに行こうって思って下に降りて、ピンポーンって言ったら、はいって言って、もう出てきたんが女の人で、すごいなんていうか、もう髪黒髪で長い感じの暗い感じの人なんですよ。後から聞いたら、なんか芸術の学生、学校行ってる、芸術志してるみたいな感じで、で、あの何ですかって言うから、あ、すみません、あの風鈴ちょっと気になるんで、冬になったら直してもらえないですかねって言ったら、もうなんていうか、もういきなり風の声を聞きなさいって言ってくる。うわ、あ、ほんでこれはそっちの感じの人やって思って、あ、もういいですって言ったら返してくれないです。ドア閉めよう思ったら向こうが足入れて、あなた風の声聞いたことあります、みたいな話になるんですよ。でもいやいやって思って帰ったんです。で一応大家さんには連絡したんです、ちょっとあの風鈴だけ直してくれないですかね。でそれも直されずで、でクリスマスが来たらマンションの外に電飾が知らん間についてるんですよ。その下の階の真下の階の女の人がクリスマスでトナカイからサンタが降りてと、あの煙突に入るみたいな、こう薄い電飾を貼り付けてるんです。でそれが大掛かりすぎて、うん、上のトナカイの角は僕の窓なんです。もう僕の窓からトナカイの角が出て、それが夜通し緑と赤で確率実家になるんですよ。でうち寝られへんし、はい、ペットを飼ってたんで、もうウサギ持ったし袋持ったし、普段聞いたことない声でも夜中走り回るの、それがおかしなって、でそれを言いに行ったんです。またピンポンって言って、これあかんわって言ったら、ほんならまたなんかそクリスマスは祝いなさいよみたいな、なんか それ普通やんけお前って思いながら、何それなんか、うん、普通やんけって言って、で大家さんに連絡して、でそれもなくならず結局我慢して、大家さんもやっぱり言わないっていうか、言ってるんですけどねって言って、ほんでもうずっとそういう駆け引きっていうか、やり合いがあって、洗濯物落ちてきましたよとか向こうから文句言うてくることはあって、である日天井、向こうの天井ですよね、僕の床が夜中2時ぐらいドリルの音するんですよ。電動ドリルのウィーンっていうなんかをつけてるのか知らないですけど、ほんでずっと聞いてたんですけど、どう考えてもこれ近いんですよね。ほんでこれ怖いわ思ってドンドンドンってやったら、向こう下からウィンウィンウィンってやるんですよ。でそこが僕狭い部屋やったんで、寝室っていうか寝てたんで、怖いと夜中どこまであいつ本気で来るか分からへんし、感動する。で僕うつ伏せに寝る癖があるんで、これ死活問題やって思ってね、夜中うーんってなるかもしれない、あーってなるかもしれない思って、端っこにも部屋の端っこにずれて仰向けに寝るのが続いたんです。ほんでそれも言いに行っても今度も出てこないんです。で、ある日突然ピンポンって来て覗いたらその人なんです。ほんで何ですかって声からチェーン外そうと開けたら、引っ越しすることになりましたって言って、なんかぬいぐるみみたいなのをポンって掘り込むんです。普通のぬいぐるみです。何にも普通の新品でもない、なんや自分の大事なもんみたいなぬいぐるみで、もうこんな怖いって思って、ああでも
もうお別れやから、まあまあすいませんね、いろいろ迷惑かけてこっちもあの言い過ぎましてって言って、いや別にそんなのはいいですみたいな感じで出て行ったんです。で僕その仕事やったんでマンション降りたら引っ越しのトラックが止まってたんです、はい、でまあその人の引っ越しの荷物やったんですけど、何気なくトラックの荷台って開いてたりで乗せる前のもの置いてるじゃないですか、そこにプチプチに包まれてるんですけど、はっきりと僕の粘土のちょっと何それ彫刻で蛇が巻きついてシャーって僕になってる彫刻みたいな、わかんない、その芸術で、芸術で仕返ししてきたんですよ、芸術で仕返ししてきたんですよ、アートでまたそれ持って行ってるんですよ、アートで仕返し、アートで仕返しすごいでしょこれ、引っ越しして、アートで引っ越しして、アートで仕返しして、いやこれでも怖いで、怖いですか、ですよこれは、いやいやいや、よっぽどやでそれ、恨んでるんですかね、今でも持ってるかもしれないけどね、それ持ってるし、でもそんな、なんか刺さってるとかじゃないんですよ、蛇がとりあえず威嚇して僕を威嚇して、そこまで言ったらもうちょっと好きなんじゃん、そどういうのかね、ぬいぐるみは何にもないです、うん、そう捨てましたけど一応怖いんで、投げただけそれは、そうあのチェーン外して隙間からこうグイって入れてこうスッとはいかないですけど、怖かったの好きすぎたのかも、ちょっと愛情表現がおかしい、いやそれもほんまの話やから星ちゃんに歌って知らないんだけど、その人に言いたいのはぬいぐるみのくだりはいらんやろ、まあ、手紙も何もないですし、めっちゃ怖い、めっちゃ怖いな、2連続で怖い、おあジュニア、そうですね、僕は同期がですね、同期が、藤原とかバッファロー五郎とか同期なんですけど、藤原とかも天然素材っていうグループで、大輔なんかも入ってた、雨上がりさんとかナインティナインとか入ってた天然素材っていうグループでもう東京にすぐ行ったんで、はい、同期なんですけど藤原とかと一回も16、17年知り合いですけど一回も飲みに行ったことないんですよ、それは去年初めて元天然素材のメンバーと、うち千原兄弟とかと飲みに行くことになったんですよ、はい、僕ら噂な聞いててすごい、その天然素材はすごいその体育会系やと、はい、飲んでても T シャツビリーとかいう感じのノリで、特にそのゴリラ三兄弟っていうのがすごいと、長男宮迫さん、次男原西、三男の宮川大輔、これが一緒に飲んだらもうエグいことになるっていうね感じのグループやっていうのを聞いてて、僕らは大阪でずっと二丁目劇場っていうところでやってたんで、僕らも本当はあの文化系のもう奥の奥なんで、その出てきたウインナーに爪楊枝させてこれ名前つけようとか、そういう飲み方なんですよ、素晴らしい、はい、ほんな去年初めて飲むことになって、噂には聞いてたんですけど、原西がむちゃくちゃ酒癖悪いというのを聞いてて、まあみんなでわー飲んでたら原西が突然おらなーって、まあ、芸人あと20人ぐらいいてたんですけど、こんなまで俺ら今から一人にどつくって言い出して、ってなって、天祖はもう慣れたもんで、おっ原西誰やとかいう感じで盛り上がってるんですよ、なんやこのノリよ、んだらこんなまで一人だけな俺のことバカにしてるぞ女じゃーって、俺ら今からそいつしばく言って、みんな天祖はおっ誰や誰や原西言うたれみたいなって、それはなお前や言うて俺バチン刺されて、いや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 言うて、そんなんちゃうやん、そんなんちゃうやん俺言うて、言ったらうるさお前俺かかってこいとかなって、これもう天祖メンバーうわー盛り上がってんすよ、これ何やねんこのノリ思て、いやいや違うて、そんなそんなバカに何をバカにしてんねんな俺がとか言うてて、え俺お前かかってこい俺らって言うからお前ジュニア死ねー言われて、ねほなら、もうみんな天祖うわー盛り上がってんすよ、死ね言われて、死ね言われて、ほんでノリで、あ原西そんなお前死ねとか言うとあかんやろ、ジュニアお前死んだどう思うねんって言ったら、今度原西うわー泣き出して両手もおかしになってるからうわー泣き出して、こいつはええやつなんですええー、思ったら、せやろお前ジュニアギャグ、原西のギャグおもろおもろ言うてくれて、はいロイ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 
泣きながらギャグやりまして、何が笑えないの、はい、思ってたらバーって見たら、その時宮迫さんが電話で喋ってたんですよ、うん、ほんだらほんだら涙ピタッと待って、うん、俺が喋ってんならお前何電話してんのじゃこらー言うて、うん、宮迫さんの顔面、うん、ドーンとついて、これ宮迫さんもあんまりびっくりしてないんですよ、ドーン、うん、かけ直すわ言ってバーッと立って、なんかおしぼりで今度原西の首をグワーッ締め出すもうさただの殺人未遂ですよ。うわー言って、ほんならその僕らと昔から一緒にその文化系の方で飲んでたジャリズム山下、山下パッカーっていう今まで一度も受けたことないギャグをやり続ける一度も笑ったことないな、はい、山下パカーっていうギャグをやる山下っていうのがテンション上がってその面白いからそれをみんな初めてで、うわー言ってゴリラのあの長男が怒って次男 やばいぞーとか言って、うん、うわー次男ピンチやーとか言ってたら、うん、三男登場ですよ、うん、お前何はしゃいぞんねんゴラー言って大輔が割り箸で山下のここをサクーって、箸でサクーなって、血だー、山下パッカーですよ。その血見て天然素材ドーバー、これはあの初めて山下パッカーが受けた日。ほんまにパッカー。悪いもんこいつら、ほんまに。マジっすか。マジマジ。バターを指に塗って大輔でも後輩のね橋本いうまだまだ後輩のやつのケツにズバーでスバー抜いたらうんこついてるやん、それを橋本に匂わして橋本が臭いって言ったら何が臭いねん、やっべえねん、めちゃくちゃなんすか、当たり屋や、当たり屋ひどいです、ほんまに、怖っ、いやでもそういうことやったら、なんかあとなんかその後輩がいやほんまどうもすみません、あもう先は塀止まらへんみたいな、なんかちょっと面白いことが起こったりするかなみたいな、塀止まらへんから、塀止まらへんために、そう橋本塀止まらへんから、塀止まらへんから、これがルミネの上がガチャン食べたら後輩が大好きな T シャツ、後輩の T シャツここハンガー入れられてそれをかけられて、ほんでドーンドーンハンガーに潰されて後輩、何してるんですかそれ、いやごめん分からへん、わかんないです。すごいな。ごめんなさい。